はい、それでですね、こちらリジットさんのブースとなっております。はい、今回おすすめ商品なんかございますでしょうか。はい、このパイプハンドル、パイプハンドルがおすすめの商品になってます。はいはいはい。で、基本的にパイプの径が大きくなると一、うん、人で取り回しするっていうのがなかなか難しいんで、このハンドルを使っていただくと一、はい、人で取り回ししながら施工が簡単にできるというような商品です。おー、でも具体的になんかどういうふうに使ってはい、実際には2本のパイプを連結させるときに2本使いながらはめ込んで、はい、で、回しながら調節していったり、ちょっと固着してるパイプなんかを回しながら引き抜いていくということに使っていただく。あ、抜くことにも使えるんですね。はい、使っていただけます。はあ、なるほどなるほど。基本的にはセッティングも簡単で滑りにくいっていうのが特徴になるんで、まあ実際には今ハマってますけど、はい、これをここのボタンで長さ、ベルトの長さをまだ長くすることができますので。ああ、調整できるんですね。はい、はい、はいはい。で、調整していただくという形で、径にはめて、はい、で、ある程度、こういうような形で、セットして、で、最後、このハンドルをガチッと握れば、もうこれでグリップ。めちゃめちゃ簡単ですね。簡単な使い方になってます。この部分はあれなんですか、はい、ゴムなんですか。ゴムじゃなくて樹脂ですね。あ、樹脂なんですか。はい、はい、はいはい。で、基本的には、ここのストッパーで止まってるんで、開くときもこうすることによって、この長さは変わらないんで、ああ、そっかそっか。同じパイプを何回か使うときには、もうこのままこう、セットして、これで。ああ、一応セッティングしてさえしまえば。はい、同じ径のパイプを使うっていうことであれば、もうこれでセッティング簡単に完了できるんで、そういう部分では、連続して作業されるという時にはすごく便利だと思います。はいはいはい。ちなみにこれってパイプのサイズどっからどこまで？外径で220までいけます。はいはい、はい。最高。で、小さい径で言うと外径で80まで。はいはい。結構ね、やっぱ幅ですよね。そうですね。うん、うん。対応できる幅非常に多いですね。はい。これは。なるほどなるほど。ここまで、はい、広げることができますんで、これだと、これぐらい大きくなったら200ぐらいになってくると一人で取り回しっていうのは非常に難しいんで、二人三人とかやっぱいないとなかなか現場では二人はいるかなっていうところはあると思います。そうですよね、はい、でもこれがあれば、はい、一人で作業ができるってことですね、はい、いやこれはぜひともこういった屋外で作業される方、はい、気になったらぜひインターネットとかでも見ていただければ、ね、はい、はい、いいかなと思います。はい、じゃあすいません、こちらリジットさんのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。